ペコラさんのオートサイトにやってまいりました、はい、本当に参ったな。どうすっかな。のーちゃんだと思うよ。何もできないんだよな、これないとな。初めてだね、ここまでの忘れ物って何もできない。新居です。タイニーハウス7番。7番、ようこそ我が家。あ、どうぞ。すごい、こういう感じなんだ。泊まってみたかったけどな。そうだね、こんな形で泊まることになるとは。はい、ということで先週ね、家紹介をさせていただいて、うん、ここからキャンプでございます。そうですね、はい。今回ね、これ初、急遽なんですけど、あ、初めてだもんね。初めてこういうのって完全お外になってしまったので、寝るだけだから。飲むことはできるけど、まあ、火を使わなければ中で飲み食いはできるっていうことなはずなんです。そうだね、だから後でちょっと中での宴会風景もね、うん、そうですね、ということで、はい、こういうスタイルやったことがないので、レイアウトだけでさっと紹介して、ね、でご飯食べて、うん、その後、まあ、中で中の、ねちょっと様子をじゃっと見ていただいてって感じでお送りしたいと思います、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。早速、うん、今回のキャンプのキャンプの、ね、はい、キャンプのレイアウトを紹介していきたいと思います。サクッとです。サクッと、ね、すぐ終わっちゃうから、ね、すぐ終わっちゃう、はい、じゃじゃーん、はい、うん、こんな感じ、こんな感じです、はい。まあ、でもなんかテント前に設営してる感じとそんなに変わんない感じ。そうだね、うん、結構いい感じでできた、うん、今日はねこれだね、珍しいのが、お外でストーブ。外ストーブ。寒いの嫌いな夫婦なんでね。はい。一応焚き火もできるように焚き火のセットを持ってきたんですけども。ワイワンエクさんね。ワンエクさんね。かがり。はい。フルセットね。はい。まあ真横にストーブあったら暖かいんじゃないかなということで、あのこの間のねギークさんのストーブファンをちょっと外で使ってみたいという。どんな感じになるかね。はい。でちなみに今日はパセコ。パセコちゃんです。KR ではございません。そしてジェリーズアウトフィットさんのチアカバーちゃんとつけてます。ということで、はい、今日は外だから暖かくしとかになってね。万全を期していこうということで。はい。で横に。はい。なんかちょろっとしか何も置いてないんですけど、はい、使う予定だった。アイアンラックを、そうですね、はい、置きまして、をドルチェロッチさんの中に置く予定だったやつですね、はい。そしてメイン、はい、元岩田さんのロールテーブル、ね、はい、でお隣に箱でございます。で反対が反対サイド、はい、アイアンハンガーライト用にしか使ってないけど今回。そしてね、あの忘れ物もう一点あって、あのいつもあのユージャックさんのね、あ、コンコン、そうコンコンして、それにぶら下げるスーパーウェイのライトつけて撮影用のライトにしてるんですけど、うん、それも忘れたので、はい、ということで、はい、こうなりました。あら、かわいい、あら、かわいいね、これ。頑張って立ってくれてるよ。景色と相まってすごい素敵な景色が、はいはい、夕日ですね。あ、そうだね、もうちょっとしたら綺麗な夕日が見えるんじゃないでしょうか。こんな感じでございます。こんな感じでやっていきます、はい、あとはお買い物から。そう、お買い物する時間もなくてね、今日。でも食事何するか決めてなくてよかったよね。あ、そうだそうだ、うん、決めてたんだけど、お買い物まだ行ってなかったからよかった。お好みやるって言ったね。お好み焼き外でやったら冷え冷えになっちゃうからダメだ、なんか違うものを考えます、はい、違うものを考えます、はい、では行きましょう。はい、行きます。はい。結構冷えてきたね。今何度？マイナス5。マイナス5。はい。
オールダウンなので、あ、着てるところは全然大丈夫ね。でも手と顔がさ、顔がね、ちょっと寒いかなっていうぐらいで、ただこんな中でももちろんね、乾杯のご発声に参りたいと思います持つ手が冷たいよねこれね本日の乾杯はこちら、プラチナダボー。もう口が回りません。まあまあ寒いですね。ちょっと風が出てきた、すみません。行きたいと思います。フードで失礼します乾杯、乾杯。はい、お疲れ。うん、なんかわかんない、なんかそんなに冷えてない気がする。寒いからかな。でも冷えてるような気もする、うん、うん、なんかわかんない。そしてここ置いといたらどん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 冷えてくるんで大丈夫です。凍ってくるから。今ご飯炊いてて、はい、ご飯炊き上がったら、ね、ある特別な食事にね、今日ちょっと特別メニューです。あの、全て台無しになったんですね全て台無しにした男がいたんで、お好み焼きしようとかってね思ってたんですけど、外でお好み焼きやったらね、多分ね、冷えない。そう、で、で、てかできないかもしれない。できたところから片っ端から冷えてくっていうねなかなかね、やっぱキャンプしてるとこのところに泊まることってあんまりないから。逆に皆さんに問いたいですよ、こういう時どうしてはるんかなと思って。みんな絶対にテントが建てられない状況、こういうところがあれば泊まるとか、帰るかみたいな感じなんじゃないかちょっとコメント入れてくださいみんなどうしてる、こういう時どうするっていう、ね、あ、そう、それとこれ今日ね、大型ブンブン丸を乗せてみたい。まあ、ほんわか。そうだね、隣にいるから、まあ、ほんわか。こう、なんていうの、この辺があったかな。あったかいですね。ちょっと。こっちは全然あったかくないけど、さすがに。そんなに寒くないんだったら、ドルちゃんの中でパセコでこれ乗っけとけば十分かなと思って、こうしたんですけど。うん、まさかの使い方そうだね今日わりかし暖かいからパセコちゃんでいいねって言ってね。そうだねしたらこんなことになってあと人生何があるか分かりません皆さんお気をつけください面白いもん買ってきた。はい、ということで、ね、今日の、ご飯はこちらでございます、はい、ご紹介します。じゃん、じゃじゃん、牛すじ煮込み。うん、でこちらが、まあ、北海道名物、旭川近郊結構名物だよね。うん、豚ホルモンの鍋、うん、はい、はい、こちらの2つを火にかけまして、はい、豚汁の具こちらをトッピングして、はい、あとお豆腐ね、あとこちらね、木綿豆腐ですね、はい、こちらの刻みネギ、はい、30%オフ、これをトッピングして出来上がりと、はい、はい、なんでっていう話なんですけど、もうお好みもやる予定でいたので、うん、それ以外の道具がないです、うん、見て鍋ですやん、鍋、ね、鍋スーパー行ってな、どないするどないするってこと、どうしたらいいやねっていろいろ考えて出した結論がこちらになりました、はい、冷凍の牛すじと牛ホルでございます。ちなみに150円やったっけこれ、なんかすごい安くなかった、ね、そんな安いのあるんだね。ただ野菜とか入ってないんですよ。あ、そうだから豚汁の具を買って豚汁の具を買って出していこうと。どっちからいこう、牛すじからいこうか、はい、はい、手がねかじかんでてでしょ。私今お豆腐切らなきゃいけないって。やります、やる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 やってくれるの、やるやるやる。じゃあお野菜投入していただいてもよろしいですか。はい、ダイナミックだね。大根が飛びました前にはい、拾ってまいります。拾います。これ雪まみれになった状態で雪まみれだったんです。もうそのまま行きます。はい、行きます。雪です。でも雪はそこまで綺麗じゃないので皆さんお気をつけください、ね、あの沸かさないと、はい、食べたことあります、雪って。ありますないです。そんななんかふわふわに白く積もった雪なんてないです。ほんまに、あ、食べてみたらええやん。僕よく食べましたよ昔。本当、お腹壊すんちゃうの、うん、あのスキーとか行くやないですか、うん、して喉乾くやないですか、うん、雪食べてました。いやほんまに。でもね、今思えばね、そんなに美味しいもんではなかった。それはなんかやっぱ記憶にある。そう、ね、うん、食べてたけど多分北海道の方は分かると思う。みんな食べてると思う。子供の時、うん、食べたことありますって言う人は結構いると、うん、ほとんどいるんちゃうかな。北海道の人は
90% ぐらいいってんちゃうかなと思う。ほんと、うん、うまそうこれ今火強いの前回、うん、だいぶ弱なってきてるの。ご飯炊いてる時いい感じだったな。でもまだいいよ。いつもだったらもう息も絶え絶えみたいになるよ、うん、もう20分ぐらい。これ全開状態ですからね。外で使ってるからね。今冷え冷えだね。もうこれ全開状態でこれですから、うんうん、でもあったかいところからあの強いやつ出してきたらすごいと思うね。氷点下対応のガスですね。いきます。出だし誇張する。これがね何分も経ってもこの状態を保てるんであればやっぱり違うねっていう。ということであれから5分ぐらい経ったかな。見てください。これ弱火からチェックして全然落ちない。やっぱり違うですね。手がねなかなか、ね、手が寒いね。これ食べて次は作って中持ってこうか。あんまり寒かったらそうやね。そうだね。そうしよう。それもいいかもしれない。はい、いただきます。はい、いただきます。指がね、うん、やばいかも。うん、指はやばい。うん、うまい。あ、ご飯もいい。いい、うん、いただきます。うん、完璧。うわ、でっか。うん、うん、おいしい、うん、この牛すじが鹿児島はありがたいね。うん、豚汁の具合う。合うな。合う。ただ指がもう動かへんね。そう、朝うちから弱くなってきてる、うん、あかんわ。うん、ということでですね、はい、ドクターストップでございます。どんなストップかかったのまだご飯は食べるんですけど、うん、外で作って、まあ、一人僕なりが犠牲になって犠牲になって外で作って中に持ち込んで、うん、食べながらね。またそうですね。じゃあ一回入ります。はい、寒い寒すぎる。入りました。はい、なんかない、何度だろう。11度。あ、とりあえずね。まだもうちょっと上がると思う。うん、20度以上はあると思う。うん、めっちゃ暖かい。寒かったね。ありがとうございます。そしてほら、先週紹介したね。あ、そうですね。あの電気毛布おこたんがなかなか快適でございます。と、はい、いうことで、二次会はさっきのね、鈴木のあのフォルモン。はい、まあまあ見た目ほとんど一緒なんだけどホルモンに辛いやつね。辛いやつ で僕はね珍しいですよ。こだわり酒場レモンサワー荒越しちゃっかり買ってた。私はさっきの残り残り全然まだ残ってる。私まだ4分の1も飲んでない。こっから行くんじゃん。あったかくなってるね。はい、乾杯。あったかいって幸せなんだねやっぱね。ね、凍ってたしょ。凍ってた出して10分ぐらいで凍っちゃうからね。刻んだネギをこのまま さっきさ、うん、入ってきてさ、うん、ウェットティッシュで拭こうと思ったら、うん、ウェットティッシュ凍ってたそう、せめてシェルターがないとね無理ですよね。厳しいね、うん、手がもう、うん、手が無理だった。手が無理だった。体はまだ全然耐えれたけど、うん、手が本当に言うこと聞かない、うん、ちょっと今だってあのジンジンしてるもん。外で寒くて、うん、まだ冷えすぎたから手袋とか必要だよね。だからでも手袋するとお箸つかめ、うん、使えないしな。あ、そうそう、前回ビカーサさんの動画でな、木曜日の配信を。じゃあビカーサさんのお店の動画が長くなりすぎて、うん、そう、日曜日と木曜日、うん、そうですね。そうだから日曜日木曜日日曜日で前回のギア紹介挟んでこの動画が木曜日に上がってるかもしれないと。でただ一つだけちょっとあのお伝えしとこうと思うのが、やはりまだ不慣れだし、
温かい目で見ていただきながらよろしくお願いします。お願いします。次回ね、もしかしたら僕のソロ、あーそっか、うん、もしかしたらあのね、あの僕らの憧れの YouTuber さんと一緒にやってるかも、うん、かもだよね、ちょっと分かんないですけど、それか一人ポッチでやってるかもしれないでもこっからの時期は今3月じゃないですか、こっから4月5月の頭中盤ぐらいまで、うん、クマさんが非常に危険な時期に入ってきますん で、 そうですね、うん、ね、春熊ってすごい危険なので、うん、一人ぼっちのね、あのソロキャンプっていうのはちょっとしないかもしれないですね。カンソロはやめた方がいいね、うん、か誰かが近くにいるような、 ここでいいじゃないですか。そうだね、ここは安全なんで、ここ安全なんですよ結構やっぱり。ペコキャンはね、クマさんあんまり心配ない。そう、クマさんあんまり心配ない、先にあの羊さんがいって言ってはったから、ね、言ってはったね、うん、ペコラの方が。だからということで、はい、多分次回はのーちゃん、ね、初めてのお茶会、お茶会には行かせないあーじゃないんだって、だってその絶対お茶会には行かせない。ソロだったらほらソロの道具っていうのもあるわ、ソロ取るわ、あソロ取る、ソロだけに、うん、ソロ取るわ、お後がよろしいよ何やそれじゃあこのまんま、そうですね、じゃあゆっくり食べて、おやすみなさい、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。風が強いですね。おはようございますです。はい、寒い寒い、風が昨日は穏やかだったのにね、丘の上なんでね、やっぱり、あそうだね、風ちょっと吹き出すとね寒いです。しかしながらやります、いつも通り。本日のお目座鼻水垂れてきてるよやばいやばい、飛んでいく、いろいろ。じゃじゃん、はい、徳の、はい、あ徳のにしたのか結局。もうねネタがつきました牛乳がねもうないね、まあ、あとローテーションでございま す、 そうです、ね、先週ぐらいだったかな、視聴者さんが、うん、全国のご当地牛乳一覧表みたいのを送ってくれて、えすごい、熊本行くときに参考にしてくださいって言ってありがとうございましたありがとうございます、すごい、そんなのあるんだね。そうなんかね送ってくれたよ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。乾杯。おはようございます。もう美味しい、牛乳って寒くても美味しいね。美味しいね。なんでだろう。じゃあ朝ごはんやりましょうか。今日も簡単に特別メニューです。はい、とりあえずスープ飲むでしょ。スープ、それ水分いるの。いります。あ、いるの。いります、いります。水分いるの。これね、だいぶ溶けたんですけど。あ、そうだ、これね。わかるかな。外に昨日置いたまま寝ちゃって。わかるかな。すごいことになってる。ほら、全部凍ってる。側だけちょっと溶けたね。一回中に持って入ったんで。でもこんだけ分厚いともうなかなか溶けません。とりあえずスープ代ぐらいは出るかい。でも多分ね中凍ってないんよ。あ、そういうこと。外側から凍ってってな。あ、真ん中の方はまだ凍ってない感じ。凍ってない感じ。あ、よかった。カメラ。はい、ありがとうございます。よっ。あ、大丈夫ですね。手が冷たい。すごい冷たくて美味しい水だと思うよ。飲む。帽子がないと耳が死んでしまう。ちょうどでも火つくねこれ。ガス、あれガス変え、変えた？変えてないよ。本当？うん。ハイパワーのやつだから。いいやつだから。え、すごいね、一晩、うん、この子も外に置いてたんだけど。いや、僕昨日一人で検証してましたから。弱くならなかった？弱くならなかった。あ、本当？すごいね、全然違うんだね。うん、ちょっとやばいのこれ。あ、忘れてた、それお豆腐の水と。昨日のあの豚汁の具の水これまずいな。それも溶かしておかないと洗えないね。私はこれハム卵を、私はこれ
レーズン梨マーラーカオレーズン梨が珍しいんだって一生懸命言ってるけど、マーラーカオはすごい好きで、でもあのレーズンが苦手で子供の時ホジホジして僕いまだにレーズンあんま食べないですよ。ああそうだ、唯一食べれるのはね、あれなんだかサンド、マルサイバターサンド、そう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 、あのレーズンはね美味しい。うん、北海道のお菓子だよねあれ。あそうなの、あれ違った、北海道に住んでて北海道なのって言ったらまずくないごめん違ったらごめんね。あ六花亭やん、あほらだって六花亭にあるよね。そっか六花亭なのか、あれ食べてすごい美味しかった。でもマーラーカオのレーズンは苦手なんでだからレーズンなし。これを蒸したいの今日は。ケーキあーちょっとでもこう段があると違うね。違うね、段って大事だね段ないとただの嫁になるんでね私段ないと嫁にもなれないのかそりゃそうかでもね本当多少でもあったかければ違うね。下が溶けるほどではないね、やっぱり外だからね、うん、テントの中だったら溶けるんだろうけど。検証結果、はい、外でこのブンブン丸は地面溶けません当たり前だよね当たり前だよねいただきます。あ、あ、おいしい。ハム卵を。はい、どうぞ。食べる。分け分けしよう。半分でいったまず。半分ってその、それの半分で。いいよ。そんなにいらないっていう意味で。遠慮じゃないんだ。これ食べたらマーラーコはあんまり食べれなくなるでしょ。そういう意味じゃないんだよ、太るってことだよ大丈夫、俺3個食べたいけどマーラーカオが食べたいの私は寒いね。これがだからテントが、ね、あればさ、いくらかマシなきゃしょ、風はしのげるから、ね、そうね、サーカスとかだと前開けてれば景色も見えるしさ、いくらかはあったかいじゃん、開けてて泊まって張った人たちはそうやって使ってた、ね、みんなそうやって張ってたもんね、ハテナに落ちただけだからいや、貼られへんねんけど隣が、そしてたまたまあの地元の視聴者さんでね、あ、うんうん、でちょっとお話いろいろしてたんですけど、うん、風が相当朝強かったらしくて僕ら寝てたんですけど、あでも嫁旦さんのところのものが飛ばないか心配でちょっと見てたんだけど、飛ばないからなんか両面テープでくっついてるのかなって言ってた軽いものはでも確かにあんまりなかったから、痛い痛い、 OK です。ミトンあるんだよ、だって大丈夫今寒いからいけるかなと行くで、はい、はい、あ、いい感じ、いいんじゃない、あ、いい、でも早く食べないと冷えるからね、うん、だって半分帰ってきたからマラコが食べたいと思う、あ、あったかい、いいね、いただきます。うん、わっわっ、本当に昨日の夜ね、うん、箸が握れなくなってね。そうだね、握れないんじゃない、操作ができなかったよね、うん、かろうち箸は持てるんだけど、うん、挟む力がなくなって、今回泊まらせていただいたこのタイニーハウス3つね、それぞれあのタイプが違うみたいで、うん、前の動画でご紹介した時に刺した絵が、うん、またなんか違う方のタイニーハウスの中の絵だったみたいで、今回私たちが泊まらせてもらったのは畳のお部屋、琉球畳のね、うん、でもう一つ向こうにあるのはロフトみたいな、ロフトみたいになってるって言ってたね、うんうん、でこっちは普通の板でちょっと広め、板のまま広めのって言ってたね、うん、って言ってました、うんうん、でそれぞれがもちろん車も止めてて、止めてなおかつ結構広いね、うん、サイトがあるんで結構広いですよ。そう、普通にねテントはね張れる、うん、そんなにめちゃくちゃ大きいテントとかじゃなければね、うん、このサイトの使い道はねなかなかいろいろできそうだよね、うん、あの奥さんと子供はタイニーハウスでゆっくりあったかいところでとか、ね、で旦那さんはじゃあ一人でゆっくりソロしたいって、ね、ソロしたいって言ってるじゃないですかそれが前でねそう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 、でトイレ目の前だし、うんそうだね、まあ、炊事場はね冬の間どうしてもちょっと離れちゃうけど、うんうん、まあまあ、いわゆるそのバンガロー泊みたいな感じに近いものがあると思うんですけども、うんうん、
バンガローとかコテージだと目の前にテント張れないとこ多いん で、うん、でここはそれができるから。そうだね、うん、なんて言うんだろうこういうのことわざ。ことわざ身から出たサビじゃないし、なんだっけ。それはちょっと悪い方のはことわざですね。なんつったらいいんだっけ。わかんない。なんか不可抗力的な。あこれ泊まる予定が本当今回なかったので全く。なんだろうね、一回泊まってみたいねとは言ってたけど、言ってたけど、うん、なかなかねやっぱりテントで普段、ね、そうやっぱりキャンパーでキャンプ動画なのでね、やっぱりキャンプチャンネルが多いんですけど、そう逆に機会が得たというか、そう、そういうのなんて言うんだろうね、ことわざ、ね、なんかあったよね。教えてください。身から出たサビ違うって。悪い意味だって。いやもうモヤモヤする。教えてもらい、はい、よろしくお願いします。片付けますか。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。はい、最高のキャンプでね。初めて、はい、今回のキャンプも大成功ということで、何のミスもなく滞りなく終了いたしました。だいぶ一回届かったけど。いやいやいや、でもね、結果オーライで、はい、新たなる扉を開いたというか。新しい体験をさせていただきました。そうですね。ということで、はい、北海道は志別市焚き火キャンプ場志別ペコロさんに、はい、今回もお邪魔しまして、はい、とんでもないハプニングの中、うん、もう本当に、寛大なねご対応をしていただきまして、本当ペコロさんありがとうございました。ありがとうございます。いや僕完全予約制なんでね、この場所がね。あ、そっか。そうですよ。だから飛び入りなんてそんなのは本来はね。あ、そっか。うん、しかも、まあ、たまたま空いてたっていうことで、うんうんうん、本当に、まあ、基本的にはただそういうことがあった場合は対応していただけるキャンプ場さんだと思いますんでね。もしね、はい、このようなことがあった場合はね、空いてればね。空いてれば。なんとかしてくれる可能性はありますんで。はい、おかげさまで、はい、なんとか一泊することができました。そして。研修のギア紹介もね、はい、本来はテントの中でね、あ、そうです、しっかりとこういろいろ検証してっていうとこだったんですけどもね、うん、それもちょっと至らずね、ただご紹介だけってなっちゃったんですけれども、はい、またね改めてね、そうですね、キャンプしながらテントを張って、うん、テントの中での使用感っていうのをね、またそうですね、同じスタイルで、ね、やってみたいと思います。はい、今回のキャンプも大成功。結果オーライということで、次回ね、あ、次回はね、究極のキャンプ、はい、はい、私も楽しみだね。出来上がりが。でまたね、今週末から熊本行くんで、はい、そうです、ね、熊本編にまた突入していくと思います。はい、出来たてほやほやの熊本の、はい、うん、あるお店にも行きますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、まあ、今回のねキャンプも、はい、キャンプって言っていいのかな。で今回のキャンプもね、はい、楽しかったよと思っていただけたら、はい、チャンネル登録、そしてコメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。はい、一つ一つ時間かかっても返しますんで、はい、ぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。反省の馬、反省の馬、うん、はい、画面からはめ出されちゃいます。ありがとうございました。また来週。また来週。